鎌,鎌は草や芝を刈り取るのに用いる農具の一種。植物の切断のための湾曲した葉もしくは葉を持っており、引いて刈るように内側に葉がついている。用途により様々な形態のものがある。英語では、鎌の呼び名は大きさにより異なり、立ちながら牧草や麦刈り用に使う大型のものをサイズ、しゃがんだり中腰で、 草刈りや収穫などで用いる小型の藻をシックルと呼び分ける。日本語では西洋のサイズを大釜と訳す場合があるものの、形態の代償にかかわらず、釜の単語を当て、文字による両者の厳格な区別はない。釜は濃厚に関係する高古遺物として出土し、石器時代から使用されていたと考えられている。大釜、ガマ、は、鉄器時代以降に登場したものである。 古代オリエント世界においては、紀元前3500年頃のシュメールの農民が用いたとされる粘土を焼いた釜が現存し、紀元前1298年から1235年頃の壁画には釜を持つ人が描かれている。日本では農耕が開始された弥生時代に石防王朝と共に手釜が使用され、各地の遺跡から石製や金属製の手釜が出土している。 記述のように、英語ではしっくるとサイズを区別する。この区別は、鎌がヨーロッパに入ってきた当時には、すでにあったと考えられている。サイズは、牧草の取り入れの道具として発達し、後に麦の収穫にも使用されるようになった。稲作文化圏における鎌の葉は、直線的であることが多いが、小麦作地域では湾曲した葉を持つのが基本である。これは、 それぞれの穀物の栽培、収穫方法に起因する。米のように密集して植えることをしない麦の収穫においては、釜の葉自体を使ってかき寄せるようにする形状が好まれたことが理由の一つと考えられる。日本ではサイズとシックルに相当する区別はないが、葉部分の性質や作業用途によって分類できる。人部が滑らかなブレードになっているもの。 柄と葉が直角ないし鋭角になっているものが多い。むね三種類に分けられるが、人部が薄いものから順に並べる。人部が、ノコギリと同様の葉になっているもの。基本的に柄と葉は鈍角になっている。強い繊維を持つ植物の除草作業などに適する。農家では、稲刈りに使うので、稲刈りがまと言っている。ソ連の国旗に、農民の象徴として、 工場労働者の象徴のハンマーと組み合わせたシンボル、鎌と土が使われている。オーストリアの紋章、インドの政党にも用いられている。日本の家紋では、一つ鎌、入り違い鎌、四つ鎌角、四つ鎌社等で図案化した鎌が用いられている。鎌、特に大鎌は死神の象徴とされる。これには、生命を刈り取る者のイメージに由来するという説や、 東欧の風習に由来するという。それは、土葬した死者が蘇ってこないように、首の前に鎌を添えて、棺に入れたもので、こうすると蘇って立ち上がろうとした時に、首が切れてしまい、現世に立ち戻ることができないとされた。また、もともとは、ローマ神話の濃厚紙の持ち物、アトリビュートであったのが時代を経て現れたのだとも言う。長野県作詞家、平尾の芝宮神社では、 鎌倉時代の原稿の時に、猛虎を切り払う象徴として、巨大な鎌を御神体とした。ギリシア神話においては、月鎌である、ハルパーは、クロノスやヘルメースやペルセウスの武器である。また、大鎌は、死神の武器として有名。鎌は、農民の道具として不可欠であり、支配者が所持を禁ずることができないため、用の東西を問わず農民の反乱。 日記などで刀剣を持たない農民が臨時の武器として用いた。その直線的でない形状は、体制側の戦士が白兵専用に持つ剣、刀、槍を受けるのに便利であると考え、急場の武器としてではなく、日常からそれを使いこなすための訓練を行う者も,も現れた。そうした武器として、二丁鎌術などがあり、またさらに生まれた変化型として鎖鎌、鎖鎌術も生まれた。 ヨーロッパの武器としての鎌は、堅固な鎧の隙間をつくため、また盾の上面を越えて、一つを加えるために、5 0トルから1ルの柄と直角に、1 0トルほどの自家陣を取り付けた。だが、実戦では役に立たないとする意見もある。武器としての鎌はその形状からつく、切るといった攻撃が、薙ぎ鎌などの一部の長い以外できないこと。 投ぐ場合も手前に引く動作が必要となるために手の届く距離の半分程度しか有効間合いにならない突き立てるように使う場合も射程が致命的に短いことが欠点として挙げられる日常の道具として生まれた鎌では戦闘のためだけに特化された剣や槍には勝てないとされる忍者が城壁を登ったりするとき鎌に似た道具を使うために構えコール忍者のイメージもあるが 実際の忍者が鎌を振り回して戦うことはない。武器の所持が禁止された琉球で発展した武術である。鎌術という琉球古武術では、葉のついた鎌は畑を耕すくわと同様、武具として位置づけられ、東山の二丁鎌、金川の二丁鎌、小、金川の二丁鎌、大の三種類があり、日本本土では琉球古武術保存振興会、沖縄では、 琉球古武道保存振興会、琉球古武道保存会により保存されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。